ブランフォードの戦いは、アメリカ独立戦争後半の1781年4月25日に、バージニア州ピーターズバーグ近くで起こった、アメリカ大陸軍と、イギリス軍との戦いである。ウィリアム・フィリップス准将の指揮するイギリス軍、約2300名が、ストイベン男爵の指揮するアメリカの民兵隊、約1000名を破った。アメリカからイギリスに寝返った。 ベネディクト・アーノルド将軍に率いられたイギリス軍が1781年初期にバージニアに入ってきたことでイギリス軍に対抗する民兵の活動が活発になった。しかし民兵隊は訓練が行き届かず装備も足りなかったのでアーノルド隊が自由に動き回ることを妨げられなかった。アーノルド隊は1781年3月にフィリップス将軍の率いる援軍で補強された。 フィリップスは、ピーターズバーグを襲撃の標的にしていた。ストイベント・ピーター・ミューレンバーグが率いる民兵隊は、当時ピーターズバーグとは別の町だったブラウンフォードで、交戦することにした。戦闘が始まると、劣勢だった民兵隊が、イギリス軍の前進に対して、かなり強固な抵抗を示し、ジョン・グレーブス・シムコうが指揮した。 側面攻撃を避けるために、アポマトックス川を渡って規律ある退却も遂げた。最終的に、リッチモンドまで後退し、そこで、ラファイエット公爵の指揮する大陸軍と合流した。イギリス軍は襲撃を続行し、その後ノースカロライナから移動してきた、チャールズ・コーン・ウォリス将軍の軍隊と合流した。 1780年12月までにアメリカ独立戦争の北アメリカにおける局面は重要な地点に差し掛かっていた。この年代陸軍は南部のチャールストン出艦やキャムデンの戦いでの敗北で捕虜となるかチリジリになるかしており北部のニューヨーク市周辺ではジョージ・ワシントンの軍隊とイギリス軍北アメリカ総司令官ヘンリー・クリントンの軍隊が睨み合いを続けていた。 大陸会議の発行する通貨は事実上価値がなく、6年目に入っていたこの戦争に対する大衆の支持は、れすぼみとなり、兵士たちは、給与や待遇に関する問題で、反抗的になっていた。しかし10月に行われた、キングスマウンテンの戦いではイギリスに味方する、ロイヤリスト側の徴兵の動きがくじかれ、大きな打撃になっていた。 ワシントンとその部下の中でも戦略家だったナサニエル・グリーンは南部でのイギリス軍からの脅威に対抗するためにキャムデンでの敗北後にノースカロライナで軍隊を再建させた南部のイギリス軍を率いるチャールズ・コーン・ウォリス将軍はグリーンとの死を決する戦いをして南部の支配権を得ようと考えていたバージニアでグリーンの注意を引きつけその資源を分散させるために コーン・ウォリスが、陽動行動を要請したことに応えて、クリントンは1780年12月に、ベネディクト・アーノルド准将に1600名の部隊を、つけて、バージニアに派遣した。アーノルドはその前の9月に、イギリス軍に寝返ったばかりだった。アーノルドの受けた指示は、バージニア内の大陸軍補給基地を破壊し、ポーツマスでその後に展開する作戦のための基地を、 構築することだったバージニアは1780年以前にはほとんど構想の部隊になっていなかった。1781年1月4日、アーノルド隊はジェームズ川を遡り、チャールズシティ軍ウェストーバーで上陸した。徹夜の強行軍で急速に移動し、翌日には州とリッチモンドを襲撃した。さらに翌日も襲撃させた後に船に戻って、 ポーツマスに向かい、そこの防御を固める工事に着手した。ポーツマスへの陸路は、ピーター・ミューレンバーグ殉相が指揮する、バージニア民兵隊が守っていたが、その民兵隊は戦闘経験に乏しく、また小勢力であり、イギリス軍が地域の航行可能な川を船で移動した場合には、その動きを止められなかった。ウィリアム・フィリップス殉はアーノルド隊がバージニアに、 到着したことで、ワシントン将軍は、陸軍と海軍を動員して、これに対抗させることにした。2月にはラファイエットに、大陸軍の部隊をつけて、バージニアに派遣し、ロードアイランドのニューポートにいる、フランス海軍の出ト指定テ特にはラファイエットを、支援する援軍と共に海軍を派遣してくれるよう、求めた。1月下旬に起こった嵐のために、 ニューポートを監視していたイギリス海軍の艦船が損傷したので、デトーシュテ督トクは一隻の戦列艦と二隻のフリゲート艦をニューポート港から出港させ、ラファイエット隊も南部に向かった。これらの部隊がポーツマスに近づくと、アーノルドは自軍の軽量で喫水の浅い船舶をエリザベス側に遡らせたので、喫水の深いフランス艦船は追従することができなかった。 フランス艦隊はニューポートに戻ったが、この動きに、ワシントンから、再度の要請があったこともあって、デトし提督徳は3月8日に、全艦隊すなわち7隻の戦列艦と、最近捕獲したフリゲート艦1隻に、1200名の陸軍を乗せて、ニューポート港を出港することになった。クリントンとマリオット・アーバスノット提督はその2日後に、フランス艦隊の出港を知って、 即座に支援のための資源を動員した。アーバスノットはその日に8隻の戦列艦を率いて出航し3月16日のヘンリー・岬の海戦でデトウシュ艦隊がチェサピーク湾に入ることを阻止できた。アーバスノット艦隊はウィリアム・フィリップス将軍の指揮する2000名の陸軍を乗せた輸送船を連れてきていた。フィリップスとその部隊は3月26日に フーツマスに上陸し、フィリップスがアーノルドより上官だったので、全軍の指揮を取った。フィリップスは、その後ほとんど無防備の田園部に進行した。ストイベン断爵の民兵隊が、その進行を妨げようとし、リッチモンドとピーターズバーグを守っていた。ストイベンは、イギリス軍が、以前のように、リッチモンドを攻撃する、可能性を考えたが、ピーターズバーグは、 バージニアにとっても、大陸軍にとっても、軍事補給地として機能していたので、ピーターズバーグを主標的にするに違いないと判断した。4月23日までに、イギリス軍は、ジェームズ川を遡って、ウェストオーバーに達し、そこで上陸すると、約500名の民兵隊を蹴散らし、ストイベンには、イギリス軍の勢力が2500から3000と、伝わるようにさせた。 4月24日午後に、ミューレンバーグのバージニア民兵隊、約1000名が、ピーターズバーグに向かった。他の民兵隊も集まりつつあった。ラファイエットの部隊はまだ数日の皇帝にあり、アンソニー・ウェイン将軍の部隊はさらに遠くにいた。ストイベント・ミューレンバーグはその勢力が少なく実戦、経験もなかったので、イギリス軍との衝突を避けてきていたが、この時は、 いくらかの抵抗を試みる時だと判断した。イギリス軍がバージニアに入ってきて以来民兵隊には勝利の経験がなかったのでその士気は極めて低かった。ストイベンたちは作戦会議を開いた後当時はピーターズバーグとは別の町であり現在ではピーターズバーグの一地区になっているブランフォードに防衛線を敷くことにした。必要な場合には ポカホンタス峡を経てアポマトックス川を越えて退却することができた。その夜、ストイベン将軍はミューレンバーグの部隊にアポマトックス川の北岸、ポカホンタス島と呼ばれる半島の川を見下ろす高台に移動するよう命じた。この夜は月がなく、ストイベンとミューレンバーグは川の南、ブランフォードに部隊を移動させた。ピーター・ミューレンバーグ将軍、 19世紀の画家による制作4月24日日没の直前にフィリップスはイギリス兵とドイツ人傭兵合わせて2500名をピーターズバーグの東12マイルのシティポイントで上陸させた。翌25日の夜明け、ミューレンバーグのバージニア民兵4個連隊が2列の防衛線を敷いてイギリス軍の到来を待ち構えていた。第一列は トマス・メリウェザーとジョン・ディックの連隊であり、メリウェザーが、戦列の左で川に接し、ディックの連隊は、右手で、ブランフォードの南にある丘に伸びていた。第二列は、第一列が交代した後の主力防御線を、形成しており、左翼に、ラルフ・フォークナーの連隊、右翼に、ジョン・スローターの連隊を置いた。この防御線は、現在のピーターズバーグのマディソン通りとなっている道に、 ソイ、ピーターズバーグとブランフォードを分けるリューテナントランに、かかる橋と、土手道に伸びていた。この配置は、イギリス軍が接近してくるときに大砲による、砲撃の効果を最大にするようにされていた。ストイベンは、アポマトックス川北岸にも一個連隊を配置し、イギリス軍が川の北岸に上陸してくる、可能性に備えさせた。また、ポカホンタス橋の南端にも、 小さな予備隊を配置し、ミューレンバーグは、イギリス軍が接近してくる時に前もって、警告を出せるよう北岸に、スローターズの一個小隊を派遣した。イギリス軍はその朝10時頃に進発し、ピーターズバーグに向かう、リバー道路に沿って進んだ。フィリップスの配下には、第78及び、第80不評連隊、ジョン・グレーブス氏向こうのロイヤリストによる、 クイーンズレンジャーズ部隊、アーノルドのアメリカンリージョン、ドイツ人の両兵隊及び警府標に個代隊で構成されていた。フィリップスは当初プリンスジョージ軍庁舎にある軍事倉庫を目指して回り道をすることを計画していたが、偵察の結果その保管品が移動されたことが分かったので直接ピーターズバーグに向かった。いくらかの武装を施した。 砲艦11隻がアポマトックス側を追随し、兵士や物資を運んだ。戦闘は、イギリス軍砲艦とアメリカ軍全英偵察部隊との交戦で始まった。午後2時頃、アメリカ側防御線の約1マイルでまで、フィリップスはその部隊の前進を止め、戦闘体系を組ませた。右翼には、ロバート・アバークロンビー大佐が、警府標の1個大隊と50名の両兵による、 中隊を率いて川沿いに進み、ポカホンタス橋を後にするアメリカ軍の左翼を突こうとした。トマス・ダンダス中佐は、第78及び第80不評連隊を引きアメリカ軍の右翼を突くミサオ軍を行った。フィリップスは、第2系風評大隊とロイヤリスト部隊を呼び、アーノルドの予備隊を保持していた。またこの遠征に持ってきた。 小さな大砲を4門の予備隊に保持していた。イギリス軍がアメリカ軍の防御線に近づくとフィリップスとアバークロンビーはバージニア民兵の一個中隊がイギリス軍の戦線を縦射できる丘の上に陣を占めていることに気づいた。アバークロンビーはその部隊を追い出すために両兵の部隊を派遣した。前線の間が詰められ前線での交戦が始まった。アメリカ軍の 1> 第1戦はイギリス軍が予測していたよりも頑強な抵抗を行った。イギリス軍の大砲による攻撃とアメリカ軍の側面を突こうと脅かす勢力が優勢だったために半時間の抵抗後に第1戦は第2戦まで交代した。シムコーの部隊が動いている間にフィリップスは第2戦に2度の突撃を行わせたが2度とも撃退された。 一時間以上が経過して、イギリス軍の大砲が、アメリカ軍の前線を走者できるところに滑られて、やっと、ストイベンが撤退を命令した。アメリカ軍は、橋の反対側にある高台に陣を占めていた部隊に援護され、橋を渡って規律ある撤退ができた。最後に橋を渡った中隊は、敵の追撃を遅らせるために撤退しながら、橋板を剥がした。この行動は後に、 トーマス・ジェファーソンやナサニエル・グリーン将軍など当時の人々から称賛された。ストイベン男爵、ラルフ・アールがアメリカ軍はバイオレットバンク近くの高台で停止し対岸のイギリス軍と砲撃戦を行い両軍にさらに損失が出た。疲れていた民兵たちはラムシュの支給で元気付き北への交代を続けて翌日にはチェスター・フィールド・コートハウスに到着した。 イギリス軍がアポマットクス川を渡る時には、さらに三つの橋を破壊していた。撤退するアメリカ民兵隊へのフィリップスとアーノルドの追撃は、リッチモンドから川を隔てた、マンチェスターまで続いた。ここには4月29日に到着した。しかし、ラファイエットの部隊が急行軍にして、先にリッチモンド市に入ったので、市内まで進軍できなかった。イギリス軍は、 チェスターフィールド軍全体のタバコ倉庫を破壊した後、ジェームズ川を下って、ウェストオーバーまで戻った。ラファイエット部隊はポカホンタスまで進軍した。フィリップスは、ウェストオーバーにいた5月7日にピーターズバーグまで戻って、ノースカロライナのウィルミントンから北上してくる、コーンウォリス将軍の部隊を松葉命令を受けた。フィリップスが5月9日にピーターズバーグに到着すると、 北岸の現在のコロニアルハイツに陣を占めたラファイエットの砲兵隊からの砲撃に迎えられた。フィリップスは、ーチフスにかかって5月13日に死に、アノルドが一時的にイギリス軍の指揮を引き継いだ。コーンウォリスの部隊は5月20日にピーターズバーグに到着し、イギリス軍の総勢は5300名になった。 その後すぐにニューヨークからの援軍が到着し7000名以上となった。コーンウォリスはアーノルドにニューヨークに戻るよう命じ、しばらくはバージニア中部でラファイエットを追ったが効果はなく、その後ウィリアムズバーグに戻った。コーンウォリスは最終的にヨークタウンを要塞化する命令を出し、一方ラファイエットは西インド諸島から来たフランス軍と9月初めに 合流して陸からヨークタウンに至る道路を封鎖し、フランス艦隊はイギリス海軍の救援艦隊がヨークタウンに向かうのを阻止した。北部からはジョージ・ワシントンと米仏連合軍が到着して、コーン・ウォリス軍は包囲され、1781年10月17日に降伏した。ピーターズバーグの街は、 南北戦争の終盤1864年から1865年にかけての9ヶ月間、北軍に包囲されて再度軍事行動の中心になった。南北戦争におけるピーターズバーグの役割はその軍事士のタイ部を占めるものになっている。しかし、1992年以来ピーターズバーグ氏はこのアメリカ独立戦争の戦いを毎年再現し続けている。 ありがとうございます。